ちょっと待って、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 どうも、それでじゃあ、それでありがとうございました。4月8日に小高まで足を運んでいただいて、改めてお願い申し上げたいと思います。今日は、座学で一番厳しくなってきている石の問題と診療の問題について、はい、奴隷さんの方から、遠隔診療という提案がありまして、小高を企業を中心として普及したいということで、総理大臣の方に今日はぜひプレゼンさせていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。で私の方からですね、小高市の、小高区のですね、現状と課題および今回オンライン診療の我々のシステムをご導入いただくことになったんですけれども、はい、その背景というところをまずご説明させていただきたいと思います。小高区の現状と課題ですけれども、昨年の7月に避難解除がされてから徐々にでありますが、住民の方々の帰還が始まっております。ただですね、高齢化率65歳以上の方の率が半分以上を未だに占めているですとか、それに伴い在宅医療のニーズが、出てきているという中で、というニーズが出てきています。でその一方でですね、病院がもともと2つあったものが1つになっており、今小高病院のみ、いわゆる診療所、開業医の先生ももともと7つあったところが2つになってしまっていて、限られた医療リソースの中で、対応しなければならないと。なので小高区も、これからお会いいただきますけれども、藤井先生ですとか市長からですね、その帰還を希望する住民の医療に対する不安を払拭するような取り組みができないか、およびその限られたリソース、医療リソースの中で通常の外来診療とともに在宅医療を何とか両立するような仕組みが作れないかというところで、我々と一緒に我々も一緒に協力させていただいているという状況です。でそこでですね、実際にどのようなモデルで、活用していきたいかといいますと、もともと対面の診療で小高病院の担当の先生がこの患者さんのこの状態であればオンライン診療を組み合わせても大丈夫そうであろうという判断をまずしていただきます。でその判断に基づいて、病院の職員の方、医師以外の方がですね、タブレットを持って実際の患者さんの宅に訪問して、オンライン診療をサポートします。何も高齢者の方が多いのでタブレットとかが自由に使えるかわからないので、まずそういった形でサポートしようというふうに思っています。で特に今回のこの、小高病院での取り組みにおいて、最初はですね、こちらにいらっしゃる小野田さんが南相馬の看護師、もともと看護師でいらっしゃいますので、しっかりと地域住民のことをご理解させていただいているので、小野田さんがタブレットを持って患者さんのお宅に行ってオンライン診療をサポートするという取り組みをしていきたいというふうに思っています。で期待される効果ですけれども、訪問診療、ドクターが毎回いろんな患者さんのお家に行くとですね、その移動時間というものがかなり多くを占めてしまいます。ただこのモデルですと、ドクターは病院にいながら在宅診療も可能になりますので、時間を効率に使うことによって、より多くの患者さん、より広いエリアをカバーできるであろうということが期待されています。でまたそういった看護師さんもドクターも限られた中で、患者さんにしっかりと医療としてタッチポイントを持ってあげる、医療の定期的な医療的なフォローを担保してあげるという仕組みにもつながるだろうと、限られた医療リソースの中でもこれが実現できるだろうというふうに思っています。でですね、せっかくですので小野田さんもこちらいらっしゃいますし、オンライン上で実は小高病院藤井先生、実際にこの診療をやっていただく第一問先生なんですけれども、待機していただいてますので、ちょっと簡単なデモをさせていただけたらなというふうに思います。はいはい、最初はですね、我々のシステムがですね、実際のビデオ診察と問診というものに分かれてまして、まず問診の部分ですね、私が代わりにお手伝いという形でアビションにお願いしたいなと思っています。でちょっと設定なんですけれども、アビションが藤井先生に潰瘍性大腸炎でこう長期的にかかられていて、現在コントロール良好で安定している患者さんという設定でさせてください、はい。で私と小野田看護師がちょっと患者さんに見立ててますので、安倍さんとお呼びさせていただきます、はい、よろしくお願いします、はい。ではですね、実際に予約のところからデモさせていただきたいと思います、はい。こちらアプリでですね、例えばオーダーかと入れて小高病院の予約を開始していきます。本来これは実際の診療の前に行うものとなります。こちらの画面にあります。で診療予約をしてます。はい、でこちらでオンライン
受診をする日程があります。これはちょっと仮なので、例えば来月1ヶ月後の6月7日の予約を取るという設定にしたいと思います。でこちらで病院の枠を抑えまして、でその上で事前に問診を入れていただきます。このシステム上になので、すみません、受診者確認、安倍晋三と書かせていただいておりますが、はい、安倍さんの患者さんを見立てさせていただいております。で前回受診時から今度受診するまでの間、今のところで何か大きな病状の変化はございましたか？今のところ変わるのは大丈夫ですね。はい、ではあまり変わらない、はい、結構います。昨日もとても大丈夫ですか？しっかりと良かった、5時間帰ったから良かったです。お薬はきちんと飲んでいただけてますでしょうか？先生から言われておりますので、朝昼晩きっちりと飲んでいただけます用語通りに使用していたと。で前回と同様の薬を希望しますか？まあ、副作用とか何か困っていること、飲みづらいとかがないですかということなんですけど、はい、もうずいぶん長い間飲んでますけど、今のところ副作用はありませんし、また飲みづらいということもありません。わかりました。じゃあ前回と同じ薬を希望すると。はい、でこちらはですね、何かしら事前の形でちょっとこちら割愛いたしますけれども、入力して、はい、一応これでですね、阿部さんの、予約が完了しました。はい、で本日はですね、実際今日、はい、で今日はですね、実際に事前に本日診察できるような予約枠を取っておきましたので、こちら実際に小野田看護師が阿部さんのお宅に行ってやっているかのような設定でちょっとさせていただきます。はい、じゃあ小野田さん、よろしくお願いします。失礼いたします。大丈夫ですか？では、はい、これからオンライン診察の始めていきたいと思います。はい、では先生の方につなぎます、ね。はい、はい、おはようございます。阿部晋三です。よろしくお願いします。体調はおかげさまで大変、好調の順調に、なります。画面ではお顔色も良好そうに見えますので、安心して飲み込まれますけれども、お通じもお食事も変わりないですか？食事もありますし、お通じの方もじゃあファイザーもちょっと当たらせていただいて、それを見せていただきます。先生からもですね、それがきちんと飲むように、どんなに、健康状態が好調だと思っても、ね、飲むようにしていただきますので、きちんと朝昼晩飲むように。はい、だから、これまでのコントロールがいいと思いますので、このままの薬を出しておきますので、はい、処方箋は郵送させていただきますので、はい、コメントですけれども、後で薬局に行っていただいて、はい、ゆくゆくは薬局からのお薬が何らかの形で届くように考えておりますので、それまでは我慢していただきたいと思いますので、はい、わかりました。今後ともこういうテレビ電話診察で対応を続けていこうと思いますけれども、はい、また何とかいつでもまた病院にお電話いただければと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、顔色も、私の顔色も大丈夫ですか？どうかお薬を、ありがとうございます。先生が待ったんですけれども、処方箋を
紙の処方箋を郵送しなければいけないという今現状がありまして、結局在宅で患者さんが受けたとしても処方箋が来るのを待って、その処方箋を家族の方が誰かしらが取りに行くということがまだまだ必要になっています。なのでまあそこまでも含めてですね、オンラインで本当に医療アクセスが悪い方にこう医療をちゃんと届けられる体制というのを診療だけではなく薬の面も含めてですね、今後我々として取り組んでいきたいなと思ってますし、そのアクセスをしていただけたら嬉しいなというふうに思います。よろしくお願いします、はい、どうもありがとうございました。まあ、やはり、現在、避難指示が解除となってもですね、慢性疾患の方や、まあ、難病のある方や、あるいはお子さんをお持ちのお母さん、お父さんはですね、病院が近くにないと、あるいは、まあ、病院があってもですね、医師不足、患者不足ではないかという、まあ、不安があるんだろうなと、こう思います。そうした中においてですね、まあ、このような形で、遠隔診療等できちんと守ってもらえるというふうに思ってもらえるようになればですね、ふるさとに帰って頑張ろうと、ふるさとの再生にも大きな力になるのではないかと、こう思います。国民の皆様一人一人にとって、あるいは医師、看護師の皆様にとってもですね、より良い医療となるようにですね、この遠隔診療についても、まあ、診療報酬改定でですね、しっかりと評価していきたいと、こう思っています。小高病院、また桜井市長がですね、このプロジェクトを、協力して、推進していただくことによってですね、多くの方々に安心していただけるような、まあ、地域にして、医療体制にしていきたいと、このように思っています。また消費戦等の、まあ、も伺いました。そういうこともしっかりと進めていきたいと思います。安倍さん、本当にありがとうございました。メルソンは私立の小高病院については、今遠隔診療が始まろうとしているところでありますけれども、こういうことを通じて市長からおっしゃっていただいたように、がんした人が安心感を持って診察を受けられるような体制づくりに努力してまいりたいと思いますし、先日も首相の計らいもあって調剤薬局がよく開設したばかりでございます。まあ、こういうことが一つ一つ安心感になって機関車が増えていくことにつながると思いますので、これからもぜひご指導よろしくお願いします。先生、ありがとうございました。あ、先生が カメラさん、よろしいでしょうか。